はい、皆さんこんにちは、坂木敦です。なんかね、見てたらね、なんか気になるニュースを見つけてしまいましたんで、もう一本あげます。ジジコムですね、ジジドットコムですか。今日の朝の9時13分ですね、中国の肺炎感染者当局発表の30倍以下、 A 研究チームが推計と。短い記事なんで、ごく短い記事です。ロンドン時事、中国湖北省武漢市で相次ぐ新型コロナウイルスによる肺炎について、インペリアルカレッジロンドンの研究チームは、感染者が中国当局の発表の30倍近い1700人に達しているとの見方を示した。人口などのデータを加えた推計という、ABC 放送が18日伝えた。BBC によると、研究チームの一人は、1週間前と比べると懸念がかなり増している、人から人への感染が相当数あり得る可能性について、これまで以上に真剣に考慮すべきだと述べた。これだけです。まあ、その何らエビデンスがあるわけではなくて、そういうことであれば、この人口のデータで考えると、これくらい感染してるんだろうという、まあ、想像というか推計なんでしょうね。で、これ関連のニュースやけに多いですけども、亡くなりになった方はそんなに多くないですよね。確認できてるだけで数人ですか。で、なんか日本にも一人いらっしゃったということで、この近くで、お父さんが感染してたのに濃厚に接触したというふうにメディアに出てましたね。だから、その濃厚に接触した人がうつるんであって、ふわーっとこのウイルスといいますかね、インフルエンザみたいに大流行するようなものでもなさそうだし、そんなにその致死性も高くないとも思われますね。でもなんか心配は心配で、多分ね、その向こうのそのそういうね、衛生関係の当局もですね、把握してないんだと思いますね。日本ほどその公衆衛生というシステムが進んでないように思えますから、把握できてないところもあって、その日本でね、発症された方ももうすでに退院なさってるということなんで、ということはそんなん心配せんでええんちゃうのとは思うんですけど、とは思うんですけどね、こんなこと書かれるとやや心配ですよね。やっぱりね、いつも思うのは、情報出てくるの遅いなと。で、なんと言いましょうかね、その、日本の場合、基本的にありのまま発表せなあかんというベーシックがあるんですけど、向こうの場合、ありのままというよりも、その、当局の都合に合わせてみたいなところが優先されているような感じを受けるんですけども、そうですね、あの事故った、高速鉄道で事故って、その脱線した、貨車ちゃうわ、あれは、電車の車両をですね、3日目が中に埋めてしまうという、そういうお国柄ですからね、そのちょっとほんまは何が起こってるのかというのを確かめるのは怖い気もしますね。はい、そんな気になるニュースがありましたというお話です。短いですが、どうもありがとうございました。